けましておめでとうございます。丁寧な和暮らしです。皆様どういったお正月お過ごしでしょうか。私は初日の出見に行きまして、おせちお雑煮いただいたところです。このチャンネルでは主につまみ細工を通じて和の楽しさや優しい心遣い、あと所作なんかについてもご紹介していきたいと思っています。毎日の暮らしに少しだけプラスすることで丁寧な時間を過ごすことができると考えています。昨今は効率化や無駄を省くことに重点が置かれて、なかなかゆっくりするっていうことが少ないかと思いますけれども、時にはゆったりとお好きなお茶を入れて未来のことを考えてみたり、あと目の前にあるっていうようなことも、ゆっくり考えてみるっていう時間を使うっていうことも大事だと思います。こういった贅沢な時間を過ごすきっかけになっていただければと思っています。昨今 SDGs という言葉をよく耳にすると思いますけれども、昔からある和の暮らしが SDGs に沿ったものが多いんではないかなと最近ちょっと思っています。今後も皆さんのためになる動画や楽しんでいただける動画、皆さんに可愛がっていただけるようなチャンネルにしていきたいと思っています。チャンネル登録していただき、あとはコメントで、こういったことをやってほしいとか、こういったものを知りたいとか書いていただけると大変嬉しく思います。また励みにもなっています。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。丁寧な和暮らしでした。